密着されてるんですね。あのずっとやってる必要はないんで、あの嫌な時は休憩したい時は。ありがとうございます。でももうグッズ買いに来てくれてる方もいるんですね。早いですよね。早い。開演6時だからまだ4時間後とかなのに。すごい。早い。でも来れない方たちかわいそうだな。なんか SS 席っていう最前列とか取ってくれてる方も行けない方いるみたいで。臨時便とかが出てるみたいな、奇跡的に間に合いそうですとか言ってる方もいます。すごい。朝からずっと新幹線の改札の列に並んでる。そうですね、多分諦めてる人もいるし、うん、かわいそうだな。もうやる？やりましょう。おはようございます。お願いします。リハで一緒に流れやっちゃうから。わかりました。あの台本とか用意してるんで。ありがとうございます。お待ちします。お願いします。じゃあ、リハの方を始めさせていただきます。お願いします。お願いします。私は15歳の時にアイドルグループのオーディションに受けて、その時から5年間その活動を続けました。そこで選抜にも入らなかったし、総選挙にもランクインしたことありません。たくさん最後流してもらって、この辺でもう、うん、で小さくしてもらって、で一言いただく感じで。はい、皆さんこんにちは、三上亜です。ありがとうございます。で拍手があって、でこのタイミングでじゃあ富士山入っていただく形にしましょうか。で手紙終わったら BGM もちょっと、まあトイスやりすぎね、ちょっとね、なんかまあ、プリンセスみたいな、最初のプリンセス、夢はひそかにじゃなくても、あのディズニープリンセスみたいなディズニープリンセス的な感じのディズニープリンセス的な、はい、他は何だろう、何があるの。アラジン的な。あ、アラジンちょっと、アラジンは違う、ちょっとインド感なのでじゃあ本番よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。ヤギシタさん今日ってドレスの人来るんでしたっけ。何も聞かされてないけど任されてない。そう、着せ方何も聞かされてないですか。でも多分そんな簡単なんか分かんなかったら電話くださいって思ってきた。撮影は何パターンかでやった。つけるつけない。でもつけてる方が可愛かった。結局フリフリが。すいません。中確認だったら携帯の手紙持ったから、ロッポーシャから出したから怖いからね。小泉さん頼むよ、その手紙ちゃんとやってね。怖いよ。私がもう普段書かない、もうめちゃくちゃ長文の手紙をさっき頑張って書いたのに、うちのマネージャーが多分なくすタイプなので、
絶対なくさないでね、はい、それ。これ僕見てもいいやつ。ちょっと雑めにポケットに入れてましたね。ぐしゃぐしゃになるとこで、私がせっかくウェディングドレスで綺麗にこうやって開きようと思ったのに、ぐしゃぐしゃだったらかっこ悪いじゃないですか。今日終わったら友達にもお祝いしてもらうのでバタバタです。ちょっと時間通りに巻いて終われるかどうか。そう、もうでもご飯の時間は8時半に予約してくれてたみたいで、でもさっき聞いたら早くて9時半って言われたからもう確実に間に合わない。まあでもなんか私大丈夫だよって言ったんですけど、ご飯でもなんか誕生日の日にそのこういうここら辺にある食べ物で済ませるのはかわいそうって友達が言ってくれてなんか探すよって言ってくれてるけど、優しいです。生配信もできることが決まったから多分見れない、見に来れない方が見に来れるから。多分それ関係者向けの公演だったのかもしれないですね。松村さんが出てるやつがないかなでもあれに出てはいますもんね、あの歌ってはいますよ、まあ、認識できるかどうか問題ありますけど金子さんと出てる方に関してはもう分かりやすい、もろ2人並んで、そうですよね、2人とも噛んでるんで噛んでるんですね全員ある曲があって全員で歌ってる曲、はい、なんかあってジーザスって曲なんですけど、ジーザスって曲です、ジーザスそれと会いたかったが、ったが、はい、入ってればいいです。すいません、無理なんだよ、マジで ありがとうございます。マジでギリギリまで、私こんなにイベントにこだわったの初めてだ。そうなんですか、はいいつもまあいっかーみたいな感じで、まあいいやないからいいやとか言ってるんですけど、わざわざあの倉庫にしまってたこの SKE の時代のあのなんていう振り振りとかなんですよあれって。毎回公演が終わるごとに一応もらえるんですよ、その日の公演の映像を。それが、まあ、一応撮ってあっていつか使うかなと思って、それを引っ張り出して倉庫から取り出して、でもありすぎてどれに誰が映ってるのかも分かんないし、でなんか肝心な私の卒業公演とかがなくて、なんでと思って、でそれが一番使いたかったのに、多分そういう動画って一番逆に見てるじゃないですか実家とかで、だから多分どっか行っちゃって、まあまあ懐かしい映像はちょっと見せられるので良かったです。あと昔の画像もさっきデータ復活できなかったから、やっぱねガラケー時代ですもん私がアイドルの時は。今日でも2人はで、あのそこに出てその映像を見せられるんで多分恥ずかしいと思いますでも私も恥ずかしいからもう一緒、喋り方がめっちゃ恥ずかしいんですよ一番、何よりなんかなんとかですか言って超バカそうでマジ無理と思って本当にアホそうこれも多分、うん、えバカそうなのかな30歳の時も、うん、え30はちゃんとしてますよもう30なんとかですえでもなんかその時強制してたんですよ私アイドル時代だから、より滑舌が悪くってもう舌足らずみたいな、本当にそれお前可愛いと思ってんのって自分に突っ込みたくなるぐらい。まあでも高校生なんで許してあげましょうっていうJK は何でも許されるって言われてましたからねその時。いやもう無敵だと思ってましたもん、あのミニスカ履いてる時代は。学校帰りみんなマック食べて、超デブってた。そう、えもう高校生なんてデブるのが普通みたいな、太ってる太ってない子なんていないみたいな、みんなミニスカの下は超太ももっぽいみたいな足太いの足太くない子いないみたいな、もう本当に生まれつきのガリガリの子はガリガリだけどほぼみんな太ってるから全然これでいいって思ってたけど、今の時代はマジでみんな細いから。確かにね、あったよね。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。おめでとうございます。お疲れ様でした。ニャムです。ニャムです。割とカメラ向けられてるのがドキドキする写真集は売れてますか。めちゃめちゃ本当ありがとうございます
あっという間に発売前10版になっちゃって嬉しい。もっとすっとけばよかったって会社の人に言われてます、ね、でも逆に10版できたんでよかったです、ね、いやありがとうございます。しかもなんかいっぱい表紙も作ってくださってみんな喜んでます。できるだけコンプリートしていただきたいんですけど、ね、皆さん。えでもみんな結構なんかまだ出てないやつあるじゃないですか、はい、海外版。あそう、あれだけ買いづらいんですよね。海外あれってどこで買えばいいんですかって結構聞かれます。なんかこの表紙だけないけどどこで買えるんだろうみたいな。そうなんですよね。基本あの台湾とかだと買えるみたいな。あそうなんだ、はい、台湾の人は買えるんだ。あのアジアとか、まあ、アメリカとかも流通が海外用なんで。じゃああっちの人が開くとその表紙になる。そうです、そっちのサイトとかで。じゃあそれこの動画見た人がやっと気づかるのかな。あれは海外版です。お邪魔しました。お疲れ様です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。いろんな人が挨拶に来てくれて。もうそろそろゲストの人たちも来る気がします。ベールさ、あベールつけた最初。うん、え、柳下さんベール入ってましたよね。あ、ベールも入ってるよ。最初ベールつけようか。確かに結婚する人みたいになっちゃう。私は30で AV 女優を卒業したんで、こっからはやっぱ自分のやりたいことをやる時間だからまだ結婚は早いんですよ。ここで結婚しちゃったらもう結婚生活とやっぱ子供とかできたら子育てが始まっちゃうじゃないですか。だからあと5年ぐらいは自分のやりたいことをやって、まあ、そんなうまく人生設計うまくいくかわかんないけど35ぐらいでうまくいったら結婚したいですっていう思ってるんですよ。でも年々結婚願望が遠のいてるからまた35の時にいやまあ40ぐらいでいい感じの人いたらいいなとか言ってる可能性もありますけど、今のところは30、まあ5、まあ、5歳ぐらいに子供が産めたらいいなって思いますね。まず35ぐらいで、34ぐらいに結婚しないとそれ叶わないじゃないですか。むしろもっと若い時はもう自分のママと同じぐらい、20歳には結婚して21に自分生まれてるんですけど、ママはそれがいいって思ってたんですよ。でなんか若いお母さんがすごい自分の中で自慢だったから、なんか若いお母さんになりたいって思ってて、やっぱ事業参観とかでやっぱ若いお母さんが見に来てくれることがすごい自分の中のなんか嬉しいことだったから、可愛い若いお母さんになるのが夢でした。着替えないと。そうそうですね、うん、そうだね、先に着替え、先に着替えちゃいます。昔のマネージャーさん。まだ開いてもないんです。もう今40件ぐらい貯めてるから。面白い。ありがとう、みやさん。しかもミストレアス着てきてくれて。そう、かわいい。今日カラコンも、え、マジェット入れてきちゃった。何マジェ、違う。マジェ、なんだっけ、マジェスティックブラウン。違う。あ、それだ。え、それそれ、私も。それ、一緒。嘘。え、同じ一緒っぽい気がする。うん、一緒だ。あ、じゃあ一緒だ。やった。え、違う、え、違う、私わかるんですよ、つけてる。ミスティーベージュ。ミスティーベージュだ。ミスティーベージュは一番ナチュラルです。そうでも全部似合いそう。本当、うん、いやこれが一番しっくりきたかも。入れてきちゃいました。かわいいね。早く来ちゃった、ごめんなさい。女優たち早い。え、全然なんかね、ここしかないの。あ、全然全然全然。ウェディングドレス結婚します。おめでとうございます。お誕生日おめでとう。そう、それな。
ゆらちゃんより遅くデビューして早くみたい。台湾でなんかインタビューで聞かれたもん。なんか相澤みなみの引退についてはマジ？マジ？何言うの？え、仲良かったのでみたいな、あのご飯行った時に先に聞いてました。仲いいマウント取っといた。あ、あとで撮らせていただきます。じゃあ私は皆さんの前で大公開で。あ、なんか来てご飯行ったんでも先に知ってました。私はまあ知ってましたけどみたいな言っといた。中川さんのさ連絡先教えちゃったけどさ、金子たちに小林さんの方が良かった。そうだね、まあ、今まだ受付にいる。受付にもういてるんだったら行きます。行ってる。いや、まだ、しかもまだいないし、ない、いてねえし、まだ。急な、急な感想。途中から参加できそうって人もいっぱいいた。もうギリギリで。何時までやってますか？車でめちゃくちゃ頑張って来てくれてる人。ねえ、かわいそうだよね。いや、私ね、私はもういいよ、しょうがないけどさ、ファンの人がかわいそう。だってさ、楽しみにしてたじゃん。朝から新幹線とこ行ってそれでも来れなかったの。私だったらさ、もうそうよね、いろんなゲストの人も来て楽しみだった。いかがですでしょう。いや、かわいいですよね。これ菅野ゆいちゃんっていうモデルさんがプロデュースされたウェディングドレスで12変化するんですよ。そうですね、この中ロをつけたりとかつけなかったりとかいろんな着方ができて、私はガチのウェディングドレスを着るのは初めてです。どうでしょう、あと4分。頑張れ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 。私は平気だけど多分無理だよ。ちょっと待って、ちょっと無理かも。どのくらいを見とく。10分だと確実だと思う。ちょっとやべーやべーやべー。なんかわいい似合う。やばくない。ちょっと怖い、そういうとこよくないでも、前回もそれで1本的に買ってきて、うん、バタバタしてますが、やばいです、ね、気づいたら2分、あと2分になった。何でもできる。本当ですよ、本当に。特にしんみりした感じのことはないんですけど、このバタバタな感じがもう私です。登壇したらなんかあっという間に過ぎちゃうから、一秒一秒を大事に。配信で見てる方もいると思うし、今日間に合わなかった方とかも配信で途中まで見ながらとかしてると思うので、もう本当に楽しい時間にできたらいいなと思います。あとみんなが思い出に残るような一日に、みんなの一日をいただいてますので、楽しい気持ちにできたらいいなと。蝶々かわいいです、八木下さん。ありがとうございます。かわいい。生放送始まったから飴食べよう。一応なんか入学校に舞台袖に入りますか。痛い、大丈夫。ちょっときつい。そう、で, でもこれしかなかったですよね、はい、うん、それ渡されたのはそれですけど、でも靴見えないですもん。分後に動画流れる。はい、楽ちんなのもあるけど音出ない。ちょっとサンダルとかも違うけど、そっちの方がいいかな。見えないんだったら20秒前。本当に白いあれだもん、ね、なんか楽なのか。これで行きましょう。まあ、ウェディングドレスじゃないし、ね、
思い出話に花が咲きすぎて楽しいな、おもろいな。はい、ということで皆さん大変お待たせしております。まもなく始まりますので、お席に合わせてお戻りいただければと思っております。さあ、ということで皆さん、ここまでいかがでしょうか。どっちでしょうか。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、出させていただきました。お客様、こちらの方にお集まりください。皆さん、こちらの方にお集まりください。大丈夫でしょうか。いや、あれ、関係者の方とかと撮影を先にして、はい、はい、ストーン、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一確認します。この戻ります。人がいっぱいになってきます。ありがとうござい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 ました。ありがとうございます。はい、はい、動画せーの。ありがとうございました。本当にたくさんの方に会いに来てくださって本当に嬉しかったです。引退しても好きでいてください。ありがとうございました。なるほど、ありがとうございます。楽しみでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。やばい、全然当初の終わる予定全く押しまくって、ご飯の話はどうもう無理ですね。まあ一日バタバタでしたけど、ゲストの方にも出ていただいて、すごい盛りだくさんないいイベントになったかなと思います。本当にみんなの心に残るようなイベントになってたら嬉しいし、私はすごく思い出に残るイベントになったので、みんなにとってもそうなったら嬉しいです。もう来れなかった方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、急遽今日来れなかった方もいると思うんですけど、まあ気持ちは伝わっていますし、なんか今日来れなかったからといってね、なんかそんなね、もうファンじゃない、ファン資格とか本当に全然ないし、もう映像でも見れるし、なんか応援してくれてる気持ちっていうのは変わらないと思うので、今後も変わらず応援してくれたら嬉しいです。また会える機会もありますので、ぜひ会いに来てください。また応援してください、今後も。ありがとうございました。